東北福祉大学は、郵便番号981-8522宮城県、仙台市青葉区国見一丁目8番1号日本部を、置く日本の私立大学である。1962年に設置された。大学の略称は、都府、東福大、宮城県内では、福祉大と呼ばれることが多い。1875年に、マサデン案に設立された。 総当州専門志向が前身であり、駒沢大学や愛知学院大学、鶴見大学とは、姉妹校である。その経緯から校内には座禅堂があり、座禅が必修となっている。50年以上前から存在する、福祉系大学として、日本社会事業大学、日本福祉大学とともに、草分け的な伝統校であり、特に東日本での知名度は顕著である。 バブル崩壊後は、女子学生を中心に、資格の取れる大学として安定的な人気がある。国家資格の社会福祉士や精神保健福祉士は、日本社会授業大学、日本福祉大学とともに、福祉三大学として、多くの合格者を輩出してきた。2000年以降、全国の国公立大学、有名私立大学を含めて、全国で、福祉計画部が乱立し、 受験生の選択肢が広がったため以前ほどではなくなったが現在でも合格者数は全国でも上位に位置する伝統と実績で現在でも北海道、東北、甲信越から幅広く入学者を集め卒業生は東日本の福祉業界の様々なところで影響力を持つ近年は看護と 医療福祉系の学部である健康科学部の新設、医学部や私学部を有しない大学としては、珍しい大学付属病院である、東北福祉大学仙団ホスピタルの開業、さらには、医学部設置の移行を発表するなど、医療、福祉の総合大学への足場を固めつつある。2011年1月、東北福祉大学は、仙台厚生病院との連携によって医学部の、 新設を目指す方針を明らかにした。計画された医学部は仙台厚生病院のほか、東北福祉大学仙台ホスピタルなどを大学病院とし、座学講座は同大の既存施設を利用する上、既存学部とも連携することが想定されている。同年6月には検討委員会が設置されたが、同11月に発表された。 計画書によると、医学部新設の事業主体である、東北福祉大学と財団法人厚生会が、自己資金110億円を準備、学年定員100名の医学部を新設する、計画とされた。2013年11月、下村博文文科省が、東北の大学一校に医学部新設を認めたことを、受け、仙台厚生病院、一般財団法人厚生会側から、 同年12月に学校法人東北学院に対し連携方針を進めているとの報道がされ、東北福祉大を含めた三社間等で協議を進めた。結果、連携先として最終的に同大を選択。校舎や大学付属病院は栗原市内に整備する方針を明らかにした。また、宮城県と同市に対し、市内の県立順環器 呼吸器病センターと栗原市立、栗原中央病院の異常を申し入れるとしている。2015年4月を目指していた開学は、大学関係の準備が間に合わないため、2016年4月の開設を軸に検討が進められていると報じられていた。断念しかし、文部科学省に対する応募期限である5月30日が迫る中、 過疎地で病院を抱えて医学部を経営することに、福祉大が疑念を持ったことや、逆に医療過疎地への進出に賞賛を見出す。厚生病院との間で祖語が生じた上、医学部病院の病床数や財政負担の見通しなどで足並みが揃わず断念に至った。大学院のキャンパスは、 国見が丘第一キャンパスに設置されており、担当事務も同キャンパス内のウェルコム21内に所在する。など、東北福祉大学ステーションキャンパス間東北福祉大学仙台駅東口キャンパスキャンパスは仙台市青葉区、国見及び国見が丘という丘陵地区に集積しており、キャンパス間の移動のための専用バスが運行されている。このほか 活用方法は未定だが、市内数箇所に、校地が確保されている。加えて、東京都内に、東京サテライトも設置されている。本学内市は、学校法人宣団学園による、設置、運営。以下の施設の一部では、通学課程通信教育部とも、介護実習、介護等の体験、社会福祉援助実習の体験学習など、 教育職員免許状や社会福祉士受験資格の取得のために課せられる実習等の対象施設として活用されるものもある。社会福祉法人東北福祉会本学の関連法人東北福祉会が運営する高齢者施設等、医療法人社団東北福祉会本学の関連法人東北福祉会運営する高齢者施設等、その他その他。 関連法人による運営。高齢者の少ない時代から存在する大学のため、当初は、スポーツに力を入れてきた。その流れから、今でもスポーツが盛んである。なお、福祉人材が求められる現在でも、スポーツでの活躍で宣伝する姿勢である。本キャンパスの住所が、青葉区国三丁目八番一号であることから、学内の施設名などにも、 この長目番地を含んでいるものが多く、福寿殿の1階にある学食の名前も1から8から1ホールであったり、学内専用シャトルバスのナンバープレートも181で統一したりするなど、住所にちなんだものが学内で多く見られる。東北福祉大前駅ホーム JR 東日本仙山線の北山駅が1キロ先にあり、東学の正門ロータリーは、 毎時後から6本のバス停があるが、さらなる利便性を求めた、西岸駅である。建設費の全額を負担することにより、大学名のついた駅名に決まり、2007年に設置された。駅には新校舎も併設されており、地域住民の利用も増えて、2012年には初年度の3倍の利用者数であった。工学部など鉄道と関係する学部、 学科は存在しないが、東北福祉大学駅周辺の開発許可を得る際に、市から地域連携を求められたことから、ステーションキャンパスの新設に合わせて、地元の鉄道資料の収集、展示を目的とした、東北福祉大学鉄道交流ステーションが2007年に設置された。地域連携として、仙山線の交流電化の歴史資料など、東北地方の鉄道が中心である。 この他に寄贈された鉄道模型の展示スペース、鉄道模型館が土曜日のみオープンしている。ステーションキャンパス3階にあり大学関係者以外も無料で利用できるが、大学の施設であるため休業日や入試の際には休館となる。総合マネジメント学部情報福祉マネジメント学科は、 国家資格の基本情報技術者試験の午前の部の免除制度の認定校になっており、特定の講座を受講して終了試験に合格することで FE の午前の部の受験が1年間免除される。ありがとうございます。